皆さんこんにちは、こんばんは。アシスタント MC のリーです。はい、今回も一人での動画となります。よろしくお願いします。では早速今回扱う試合は4月29日土曜日開催第12節ホーム大宮アルディージャ戦です。はい、まあ4月29日ということで、まあ4月最後の試合ですね。まあここなんとかしっかりとね勝って締めくくって、まあ連戦もね続く中で5月突入したいなと、まあそんな試合となっております。はい、そして対戦相手が大宮アルディージャさんということで、まあお互いね J2 も結構長くなってきてはいますが、まあ対戦成績9勝5引き分け10敗ということで、ほぼ互角なんですよね。総得点とかも千葉が26点、大宮が29点ということで、まあ結構互角な戦いを繰り広げてきました。まあ去年に関してもね、ホームでは1対1の引き分けだったと。まあ前半戦はね、NAC5 で2対1で敗れてしまうと。あんまり苦手なイメージもないですが、まあね、ここしっかりと落としたくないなと、そんな状況となっております。まあ大宮さんに関してはね、6月に天皇杯の第1回戦も福田電子アリーナで対戦することが決まっているということで、まあ、天皇杯の前哨戦ということでね、この第12節もしっかり勝っていきたいなと思います。はい、では早速大宮の今シーズンの成績とメンバー見ていきたいと思います。はい、まあ千葉もまあね後ほど話していきますが、第11節ロアッソ熊本戦2対2で引き分けということで、まあかなり一言で感想を言えば悔しい引き分けだったんですね。一方で大宮どうだったかと言いますと、現在3連敗中なんですよ。まあ良くないわけですよね、調子は。まあ4月の8日に、まあモンテディオ山形から勝ち点3を奪い取ることはできたものの、その後に、まあ群馬、秋田、そして第11節清水に3対0ということで、まあ3連敗を喫してしまったわけなんですね。まあ我々としてもそうですし、もちろん大宮としても、ここ勝っときたいなっていう感じだと思うんですよ、お互いね。ということで、まあ現在17位、そして我々は20位ということで、まあね、上を見ているそんな2チームとなります。そしてもう一つ特筆すべき点は、引き分けがまだないんですよね。4勝7敗と。しかもこの4勝がすべてホームNAC5での試合なんですね。ということでまだアウェー勝ててないんですよ。まあ福田電子アリーナ、どうなるかってとこですよね。まあ我々にちょっと有利な部分あるんじゃないかなと思っています。はい、そしてメンバーリストですね。まあオフに関しては結構補強積極的な感じはありましたね。まあ抜けた選手としては、まあディフェンダーの西村選手だったり、ミッドフィルダー矢島選手、小野選手、フォワードの高田選手あたりがまあ流出してしまった部分かなと思います。一方で、まあ加入選手も結構やっぱり分厚くてですね、まあゴールキーパーの志村選手であったり、ディフェンダーの浦上選手とか、まあ、袴田選手の完全移籍であったり、ミッドフィルダー石川選手とか、フォワードもね、アンジェロッティ選手だったり、大沢選手のメンタルバックであったりっていうところで、今スタメンとして活躍してる選手多いんですよ。まあとても素晴らしいオフが過ごせて、それがね、今シーズンに実を結んでいるのかなと思いますね。ただそんな中で、怪我人が出てしまっているんですね。はい、フォワードのアンジェロッティ選手と中野聖也選手が2人とも長期離脱中ということで、まあ公式にね、クラブからも発表が出ております。まあこれは本当に痛いですよね。まあ後ほども話していこうかと思いますが、まあ3月とか結構ね、いい勝ち方した試合があったんですけど、まあこのアンジェロッティ選手がかなりでかかった気はするんですよね。まあこのアンジェロッティ選手の怪我からちょっとチームの状態であったり、まあ得点力っていう部分ちょっと落ち込んでしまっているかなという面もあるので、まあかなり怪我人影響出てしまっているかなとは思います。まあ監督はね、相馬直樹監督、まあ昨シーズン途中から指揮を取って2年目ということで、まあちょっと順位的にはね、振るわないかもしれませんが、かなり手堅い、堅実なチーム作りができているのかなと思いますね。では、続いて大宮の予想スタメンとどういったチームなのか簡単に紹介見ていきましょう。まあ先ほどもちょっと言いましたが、手堅いイメージがあります。特に攻撃ですね。堅守速攻だとか、まあ本当にカウンターガンガン狙ってみたいな感じではなく、自分たちでしっかりとボールをキープしながら、まあ確実にチャンスをものにしていく、そんなサッカーというか、そんな攻撃を展開してくるチームかなと見受けますね。
まあ、結構シーズン始まった当初はですね、シュートも2桁20本超える試合もあったりするんですけど、ガンガン打ってくるチームだったんですけど、最近はやっぱりシュート数が少なくなってしまってはいるんですね。ただそんな中でも決して内容が悪いわけではなくてですね、しっかりと攻撃はいい形ではできていると。やっぱりチーム最多得点王のアンジェロッティ選手の怪我っていうのが大きく、ね、影響出てしまっているのかなとは思うんですが、まあ、千葉としては、まあ、相手のペースに合わせてはいけないなと、まあ、本当に多分大宮ボール保持して多分ボール支配率も大宮の方が高くなってくるんじゃないかなと予想ができるんですよ。で、結構千葉相手のペースに飲まれるというか、合わせてしまって後手に回る感じあるじゃないですか。まあ、それはやめてほしいなと思いますね。まあ、相手も攻撃ちょっといい感じのチームだと思うので、ただ我々もやっぱり攻撃の千葉ですので、そこでね、手数を上回って大宮を攻撃で上回って勝ち切ってほしいと思います。まあ、本当にボールを保持されていく展開だとは思うんですけど、そこからね、インターセプトから速いカウンターであったり、ロングボールから一発カウンターみたいな感じのね、戦い方もできると思うので、まあ、持たれたとしても我々がどこで奪うのか、そのね、奪った後にどういったボールの出し方をするのか、フォワードが動き方をするのかみたいなところも注目かと思います。はい、では続いて予想スタメンなんですが、まあ、第11節とほぼ変わらないんじゃないかなと思っています。そんな中で変わるかなと思っているのが右サイドバックですね。はい、第11節清水エスパルス戦で、まあ、現在大学生のですね、背番号37番関口海進選手という選手、特別指定の選手なんですけど、初先発しました。まあ、大学在学中で特別指定でね、初スタメンですよ。とても有望株な選手だと思うんですけど、まあ、サイドバックで180センチ超えてっていうところで体格もあるんですが、まあ、失点には絡んでしまったものの、いいプレーもとても見えたわけですね。ただやっぱり前節清水エスパルス戦0対3で負けてしまったわけなので、やっぱり岡庭選手に戻るんじゃないかなと思っています。まあ、ディフェンスラインはそこ以外はほぼ変わりないかなと思いますね。攻撃陣も小島選手、富山選手、泉沢選手、柴山選手あたりで、まあ、変わらず来るんじゃないかと思います。まあ、本当に富山選手とかもね、まあ、アンジェロッティ選手抜けた中での、まあ、エース候補というか得点力のね、要として活躍している選手ですね。まあ、他にもやっぱり泉沢選手とか柴山選手も、まあ、ドリブルも上手いですしね、とても破壊力のあるサイドかと思うので、ここも気をつけたいところです。まあ、そんな中での注目選手は小島正人選手です。まあ、もともとね、開幕当初はボランチをやっていて、というか、まあ、この選手ボランチのプレーのイメージが強いと思うんですよ。ただやっぱりフォワード事情、まあ、先ほどの怪我もそうですし、まあ、シーズン途中にね、サガン鳥栖に川田選手が移籍したということもあって、現在トップで出てたりしてます。ただ本当にやっぱりポリバレントな活躍見せる選手で、とてもね、運動量もありますし、なんかそろそろ得点とか生まれてもおかしくないんじゃないかなというようなね、そんな働きしてますね。まあ、やっぱりもともとボランチで、まあ、インターセプトとか、まあ、ラストパスにも本当に絡むような動き見せるような選手ですし、そこら辺の良さも持ち合わせながら、まあ、先ほど言った富山選手であったり2列目の選手であったりっていうのをつなぐ、まあ、そういった攻撃の要になってる選手かなと思うので、まあ、やっぱりシュートであったり、まあ、そこら辺のね、インパクトがある選手っていうのは他にいるかもしれないんですけど、この小島選手ちょっと注目して見てみると面白いかなとも思いますし、結構千葉としてはね、まあ、止めたい選手になるのかなと思います。では一方で千葉の方も見ていきましょう。はい、もうこの試合に関しては先手必勝です。もう攻めて攻めて攻めまくってほしいわけですよ。ただやっぱりロアッソ熊本戦を考えてしまうと、攻めるだけじゃダメなんですよね。まあ、仮にリードを得たとしても、その後にどうするのかっていうところに今の課題があるのかなとジェフユナイテッドは思いますね。まあ、本当に勝負を分けるのは決定力だと思います。本当に千葉もそうですし、大宮もそうかなと思いますね。いい攻めの形はお互い持ってるんですよね。その中でシュートを重ねる中で、しっかりと先に決め切ることができるのはどちらかという感じだと思います。まあ、そんな中でロアッソ熊本戦本当に良かったですね。前半西久保選手のヘディングですよ。本当に空中戦強いですね。まあ、攻撃でもそうですし、守備面でもね、本当にあの高さと強さっていうところは本当に光ったと思います。そして椿選手もゴール決めました。本当にね、あの小林監督が試行錯誤する中でスタメンに新たに入った選手が得点を取ったということで、まあ、本当にロアッソ熊本戦本当に最初の方はね、良かった流れなんですよ。ただ、まあ、
1失点目もまあ悔しいところでありますが、まああれは試合の流れの展開としてねしょうがないとはいえ、最後の最後に本当にロスタイムでしたね。まあ小林選手のハンドということで、まあ、PK で追いつかれてしまうと。まあハンドもそうだったと思うんですが、まああれは仕方ないですね。まあそれまでの過程にちょっと問題があったかなと思います。まあかなり守りに入る中で、まあちょっと時間も稼ぎながらみたいなプレーもあったと思います。まあ本当にね、リードしてからどういった展開に持ち込むのか、まあ攻めの姿勢をね、やっぱり崩してはいけないなと、そういったね、教訓がある試合だったかと思います。まあそれをやっぱりやってはいけないと。まあ我々が仮に点リードを取ったとして、まあその中でやっぱり引いてしまうと大宮のやりたいことができてしまう展開になると思うので、やっぱりその中でもまあ選手が交代した後とかでもしっかりとねスタイルを崩すことなくプレーができるのかっていうのが注目だと思います。ではスタメン見ていきますと、またちょっとついにね出てしまいました、累積で小屋選手が出場停止となります。まあ、不用意だったというか、まあ、途中出場出ててね、まあ、イエローカードもらってしまいました。4枚目ですね。まあ、ほぼ変わらないでしょう。そして、田口選手が、怪我で、ちょっと離脱しちゃうんじゃないかなっていうところがあります。まあ、その中で唯一変えたのが、まあ、その田口選手のところですね。まあ、田口選手の今シーズン、本当にボランチでありながら攻めも、まあ、積極的にするということで、まあ、どっちもできるということで、高橋一生選手を入れてみました。まあ、正直わかんないですね。熊谷アンドリュー選手が入る可能性もありますし、もしかしたらここに、思っても見ないような選手が、すっぽりハマる可能性もね、あったりするかと思うので、まあ、ただやっぱりここ結構高橋一生選手入っても面白いんじゃないかなと思うのでね、こういった予想してみました。はい、そんな中で、注目選手はもちろんこの人、西久保俊介選手ですね。まあ、椿選手と迷ったんですけど、やっぱりこの選手だと思います。まあ、東京ヴェルディ戦でですね、まあ、怪我をしてしまって、まあ、交代したような感じで、ちょっと長引くんじゃないかなと思っている中でのスタメン起用。そして、まあ、1得点目、本当にスタメン起用、応えましたね。まあ、この選手がいることによって、守備も攻撃も空中戦、圧倒的に優位を取れると。そして、何よりロングスローを僕って結構でかいと思うんですよね。まあ、西久保選手がいることによって、まあ、ボールが出た後も、それをね、一気にチャンスに変えれるということで、まあ、本当に若い選手なんですけど、チームのね、柱なんですよ。小森選手だけじゃないんですね、千葉の若手は。っていうところで、まあ、西久保選手頑張ってほしいなと思いますね。まあ、この西久保選手が入ったことによって、セットプレーっていうところで、得点の匂いが出ますし、本当にセットプレー強みにできるチームだと思うんですね。まあ、他にも名前挙げてませんが、日高選手であったり、ハンドはもらってしまいましたが、小林選手だったり、ブアニカ啓太選手だったり、本当にね、いい動き、いい活躍、本当にね、得点だけではない活躍を見せている選手っていうのはとても多いと思うので、まあ、ロアサ熊本戦結構ね、不用意な形で追いつかれてしまいましたが、大宮戦ちょっとね、期待を持ってもいいんじゃないか、そんな流れはね、あるかと思います。はい、ということで、まあ、4月最後にはなりますが、ここからまた水曜開催が増えてきますね。本当に連戦ということで、スタメンのやりくりとかもね、大変になってくると思います。ちょっと予想しにくいね、部分はあるかもしれませんが、まあ、ぜひとも、ここから続く、大宮、山口、岩田というね、3連戦、水曜日挟んだ3連戦、しっかり勝ち切って、3連勝で、終えてほしいものですね。ということで、また次回の動画勝ってお会いしましょう。柏には負けられない。